今日はこれとこれ、この2つ、今年挿し木したこの箱、こちらの挿し床、恥ずかしながら全然愛情を注いでこなかったんで、結構無法地帯でもう枯れちゃってるのも結構ありますが、それをちょっと暴いていこうと思います。これはこの木、これは多分、サイフリボクだと思います。結構ね、根は回ってるはずですね。よいしょ。わ、なるほど、サイフリボクさん。わあ、ちょっと待って、これはあら、あんまり毎年毎年挿し木してるともう収集がやっぱりつかなくなっちゃうんで、できるだけ貴重なものとか増やしたいものだけにしようと思ってるんですけど、五葉松の挿し木は今年は全滅のようです。これは匂い嗅いで、はいはいはい、わっ、これ切れちゃったんだ、申し訳ない。買っちゃった。これもしかして寝伏せできんじゃないかな。ね、寝伏せができる。大物はこのサイフリボクですね。サイフリボクはちょっとよくわからないんですけど、とにかく幹肌がすごく綺麗で、好きな木ですね。しっかり根っこ出てました。いいな、面白くなりそう。よし、ふむふむ。いいですね。これ後で植えちゃいましょう。よし、2つ目の箱、割と大きめの箱です。雑草もじゃもじゃ、これは、多分、山吹の園芸品種です。可愛い花が咲きます。これも違う山吹の品種なんかあったり、心拍もなんか適当に刺しちゃったんですかね。あとはこれは椿、サザンカと、街道に、これは猫柳みたいなやつ、それとこれも剪定した枝を刺したハゼ、カエデだったり、これは、メタセコイア、去年の冬に棒だけ、この芯の棒だけだった休眠枝を刺しといたやつ、しっかりついてますね。あとは同じ休眠枝刺した梅、欧州ヤバイなんかもあります。これは、多分この葉っぱは、立花もどきかな、立花もどきじゃなくて、あ、そう、立花もどきですね。これも枯れてます。枯れてると思ったら枯れてなかった。でも根っこは出てない。植えとこうか。あ、これも根っこ出てるわけじゃない。これもシンプル使おうかな。よし、あんまり出てないけど、まあいいか。面白くなるかな。して、この辺、まとめて刺しといたんか。まとめて刺しといたけど、多分根っこが出てるのは何本かだけだな。これだけか。太いのが出てる感じか。これは枝を刺すといた梅ですね。梅しっかり出てます。梅の挿し木は簡単ですね。特に休眠枝刺すのが確実かなと
思います。山吹、これはなんだっけ、あのハート型の実がなるやつ、忘れた。よし、いてててて、これは立花もどき、立花もどき、これはびっくり、あーちゃんと出るんですね。出ないと思ってました。これは牢屋柿ですけど、挿し木うまくいったみたいです。最後のこちらは楓ですね、うん、よいしょ、はい、で最後取れました、うん、粘りはいまいちですけど元気に出てますね、うん、よし、できました。思ったよりあの楽しめそうな挿し木素材がいくつかできました。これは鉄拳っていう梅ですね。梅を冬救命枝刺しといたやつです。もう1本ありました。鉄拳2本ゲットできました。いいですね鉄拳。それと、心拍を選定したやつも、まあ、少ないですけど、いくつか出てますね。でこれは、土佐水木、そして、男用染め、あとこれ大物が、なんだっけこれ、水稲木じゃなくて、なんだ、なんとかってやつです、はい、それとちりめんカズラで、これちょっと嬉しかったのが、しっかり根っこ出てますけど牢屋柿も挿し木できました、はい、あとは椿ですとか、椿の品種ものですとか、匂いかえで、うん、それと、あ、これ挿し木したと思ったら草だったけど、あの、猫まんまじゃない、赤まんまですね、赤まんまもまあ可愛いですけど、あれ生えてました。あと、もうこれもしょろっとしか出てないけど、メタセコイア大丈夫でした。うん、こんなものかな。はい、あとカエデですね、カエデ。カエデ元気にこう、やっぱ根がいっぱい出てますけど、こういう素材があるので、これで来年からまた作っていこうかなと思います。うん、根もあんまり切らないで、しばらくはちょっと太らせるということをしようと、今年は思ってます。はい、刺しどこ暴きの結果は以上でした。